中国の一人っ子政策が廃止されました。What's happened today? 中国共産党はすべての夫婦が子供を2人設けることを認めました。住んでいるのが都市部でも農村部でも、出身民族が漢族、チベット族、ウイグル族でも関係ありません。これは劇的な変化です。一人っ子政策とは、廃止されるまでの政策はとても複雑でした。簡単に言うと、少数派である都市部の中国人夫婦は子供を一人しか設けることができませんでした。農村部の夫婦の場合、一人目が女の子だったら二人目を設けても多めに見られていました。中国が子供を増やす目的は、今回の政策転換の理由は、人口の高齢化に対して中国政府の懸念が高まっていることにあります。政府は国が豊かになる前に高齢化が進むことを恐れています。その場合はこの先も豊かになれないかもしれません。だから子供を産むことを国民に推奨したいのです。効果は、効果があるかどうかの判断は困難です。なぜなら中国人は子育てにはとてもお金がかかることをますます実感しています。多くの時間とお金を子どもに費やし、さらに学歴や就職をめぐる競争も熾烈です。多くの教育熱心な中流階級の夫婦は今回の政策転換を受けてこう言うかもしれません。どっちにしろ2人目は無理。